いよいよ今日起こすレースはあと2つとなりました。大きな戦いの前の一戦、第10レースは順位決定、2025m5 周競走でございます。いよいよお祭りムードといいますか、ざわつきが響いてまいります。立川競輪場10レースの出走メンバーです。1番に岐阜の竹内久人、2番に東京の清島明和、3番に神奈川の小門陽一、4番に愛知の細川忠之、5番に千葉の菅谷幸康、6番に三重の佐久間幸人、7番に愛媛の伊藤豊明、8番に三重の佐久間重光、9番に青森の坂本勤。以上9選手によります第10レースは順位決定戦でございます。昨日惜しくも決勝に乗れなかった、準決勝での4着から6着までの選手によります順位決定戦でございます。このレース鈴木さんとともに進めてまいります。清島と坂本の先行争いは一つのまた面白みですね。そうですね、お互い出ないと持ち味を出せないタイプですからね、はい、それとこの中部勢ですね、結束は固いんですが連携はうまくいかないと、はい、4人揃うとですね、はい、なかなかこの辺も難しいんじゃないですか。やはり佐久間兄弟というのがまた一つの面白さでもあるわけなんですが、このあたり兄弟でワンツーを決めたいというのが心の中には当然ありますね。でしょうね、せっかくの特別系ですからね、はい、特別しかこの配分は認められませんので ね、 そうですね、2人でやっぱりなんとかうまく連携してほしいですね。この8番の佐久間重光がギア倍数を 3.54 から 3.64 に変えたというところはどういうことなんでしょうかね。要するに自分がやっぱり転向したいというところがあるんですよね。その1枚上げたということは、はい、要するに自分がその、まあ、言葉は悪いんですが犠牲的精神でその中部勢を引っ張ろうと、はい、その表れじゃないでしょうかね。ああそうですか。さて清島には地元の意地があります。坂本には4月に結婚します。その前ということで一生して花を添えたいというところでありましょう。佐久間兄弟がどんな戦いをするか、あるいは気合の入っております細川竹内あたりがどんな連携を見せますか。興味津々の第10レースは順位決定戦スタートいたしました。勢いよく出ていく選手はありませんが、2番の清島、3番の小門が前に行きました。コカドがスタンディングを取りに行きました。このコカドのスタンディングを取ったということなんですが、どうですか。なんとなくこれは無理やりという形ですね、はい、スタート早くない清島選手と合わせたぐらいですからね、はい、これは成り行きという感じでしょう。当然コカドはいずれ来るだろう坂本を待つことになるわけですね。そうですね、最終的にはやっぱり切符のいい坂本君を受ける形に持ち込むでしょうね、はい。第2センターのあたり先頭誘導員の後ろ3番の小門陽一、その後ろに2番の清島、5番の菅谷が入ろうというところであります。4番の細川が引きました。これはどうしたんでしょう。2番の清島が前に踏み上げて小門を抑えにかかります。そうですね、これはやっぱり包まれるのを嫌うからでしょうね、はい、1回伺い行きましたね。どうだってやはり行って入れないところを見るとやはり9番を待ってるんでしょうね。そして9番の坂本が踏み上げてまいります。これには伊藤豊明が、ゲリラ戦法の伊藤豊明が坂本についていきました。コカドとはどう折り合うんでしょうか。9番の坂本の後ろであります。お互い引けないところですからね。いや鈴木さん、これ早い動きですね。清島がもう坂本とやり合ってますねまだ青番というところなんですよね。そうですね、いやこのレースはどうなるか本当に目が離せないレースになりました。今のところ前インギリ体制の形は細川でありますが、この後ろは兄弟ライン、6番の佐久間、8番の佐久間、幸人、重光兄弟がおります。さあ4番の細川が先頭誘導に引かせてしまいました。41回のダービー始まりましたが、こんなに早く先頭誘導員が回避したのは初めてのケースであります。周回を間違っているかのようにスピードが乗ってまいります。9番の坂本が2周以上の先行をすることになりました。こんなことがあっていいんでありましょうか。さあ最後方に置かれました東京ライン、清島と千葉の菅谷であります。さあスピードが乗っております。坂本が一気の逃げであります。これで逃げ切ったら本当にすごい選手でありますが、坂本どうでありましょうか。大名マークは3番の小角でありますが、この辺り兄弟ラインがまくってまいりました。6番の佐久間幸人、8番の佐久間千葉の重光がまくってまいりました。さあまくっていきました。さあこのうちの8番の佐久間重光、そして1番の竹内、そして4番の星川がガードしております。兄弟ラインもガードしております。広島がまくってきた。爆発的な瞬発力でまくってまいりました。さあその後ろついた5番の菅谷がどうだ、引き入れるか。さあ先行体制は8番の重光に変わりました。さあ後ろ直線コース入ってくる。
竹内と共に入ってまいりました。連勝単式、ひょっとしたら44か41という車検でしょうか。まだ確定はしておりません。お手持ちの車検はお捨てになりませんようにお願いいたします。第10レースでした。さあゴール前激しい戦いになりました。ここは中部ラインが主導権を完全に取り切りました。さあ問題は5番の菅谷幸康がどこまで伸びきってくるかというところなんですが、4番の細川、それから1番の竹内、そして、5番か、今回はゾロ目というのはもう44というのがほとんど出ております。あるいはこの44ということも考えられます。451か415か451か415か、非常に微妙なところでございます。最終の確定が出るまでお待ちをいただきたいと思います。まあ言ってみればレースは完全に先ほどあの白鳥さんおっしゃったように中部の主導権だったんですが、まあよく菅谷がね、まあ途中清島選手も後方からまくり気味に来たんですが、まあうまくこの直線でぐっと車を伸ばしてきまして、あ、吉井選手が肩を叩きましてよかったよかった、そんな感じで吉井選手が菅谷選手同じ地元千葉を迎えに参りました。さあこれも先ほどドット場内からどよめきともつかぬ歓声ともつかぬ声が湧き上がっておりました。さあ最終の確定が出るまで今届きました。さてなお今日は8レースで20、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、227億7360万9000円という売り上げなんですが、これは前回の千葉ダービー第40回昭和62年3月に行われました22,9254,6500円というのを8レースでその記録を破っております。